コイン機。コイン機。コイン機は、不正規戦のために使用される軽攻撃機の一種。カウンターインサージェンシー、大暴動の略。ゲリラ組織の人員や、建物、車両を標的とする軽攻撃機の一種。高価で複雑にして大型化の傾向が強い、正規戦用の攻撃機に対し、より安価かつ簡便な利用を目的とした位置づけにある。 専用に開発される場合もあるが、主に輸送機や練習機などが流用もしくは改造される例が多い。米軍では、ガンシップが類似の目的に使用されている。近年では、エンジン性能の向上や、小型軽量化のほか、射撃管制装置の向上、軽量走行、射出座席の採用など、最新の技術が導入されている。そのため、 能力も生存性も高まっており、実戦に耐えうる機種として注目を集めている。ただし、先進国軍、特に米軍のコイン機相当任務には、無人航空機が当てられることが多くなってきている。第二次世界大戦後、アルジェリア戦争で、フランス軍が、T、T-6 敵3練習機や T-28 トロージャン練習機、 国産のブルサール系輸送機を武装して運用したことが講師となり、冷戦の到来に伴い、各地で共産主義革命の恐れが高まる中、ベトナム戦争に突入したアメリカで注目された機種である。基本的に高性能のレーダーや爆撃標準コンピュータを搭載せず、誘導爆弾や空対地ミサイルの運用機能もなく、もっぱら目視と地上からの誘導により、 機銃装者や無誘導爆弾、ロケット弾によって目標を攻撃する。このことからパイロットには必ずしも高度な技術を必要としない。ただし、それだけに地上との連携と通信が不可欠であり、空中管制任務や観測任務を兼ね合わせることが多い。コイン機は練習機、連絡機、観測機、輸送機が母体となるケースがほとんどで、 純粋なコイン機として設計されたものは少ない。時として、イギリスの BAE ホークシリーズ、ホーク200やフォーラドナット、ナットタンザ型のように練習、コイン兼用機から改良を重ねて、軽戦闘機になったケースもある。練習機のケースが一番多く、パイロットの練度が低く、本格的な戦闘、攻撃機を必要としない、あるいは維持できない。 経済規模の小さな発展途上国では、コイン機を兼ねた練習機が射出装置などを追加して空軍の主力とされることも多い。ベトナム戦争で実戦に参加し、その後南米に多く供与された A-37 ドラゴンフライは、もともと T-372E と練習機である。南米においては固定機銃を用い、麻薬密輸機を補足するなど特殊な任務に、 利用されている。また、フランスのマジステール CM-170 は、武器搭載量こそ少ないものの、基本的な故意任務に対応できることから、アフリカ諸国を中心に、長きにわたって採用された。中東戦争、今後ドーランにおいては、軽攻撃機として活動し、特に、中東戦争では、イスラエル空軍の爆撃任務を負ったほか、ソ連製の傑作機として知られる。 アラブ側のミグ -21 とも対戦している。イスラエルにおいては後に、ツズキットと呼ばれる改良音型も生産された。連絡機や観測機としては、o、O-2 があり、これは、もともとセスナ337と言われる民間用の総発プロペラ機であった。O-2A はこれに装甲を施し、主翼に爆弾やロケット弾の装着を可能とした機体である。 ベトナム戦争中、米空軍はこれを直接のコイン任務には使用せず、もっぱら空中前線管制機として使用した。ただし、ローデシアにおいてはこの機体をリンクスと称して、ナパーム弾などを装備して、オイン任務に当てた。O-2A の後継として採用されたのが、アブ -10 ブロンコで、コイン、観測、前線航空管制、空艇部隊の輸送効果、軽輸送、 実際には利用されずまで兼ね備えた多目的のコイン機であり、空軍、海兵隊が空中艦制機として、海軍がコイン機として用いて輸出もされた。陸軍のアブマイナス1もホークももともとコイン機としての性格を帯び、限定的にベトナム戦争にコイン機として投入されたが、政治的な問題からもっぱら観測機及びレーダー艦機として用いられることに言った。 輸送機としては、米空軍の AC-130、スペクターガンシップが有名であるが、これほどの大型輸送機を使用するケースは、ほとんどなく、アン -24、アン -22 輸送機の一部に主翼に爆走を、可能とした輸出機が、といわれる、ブリテンノーマン BN-2 アイランダーやピラタス、PC-6 などの軽輸送機を武装して、ガンシップとする場合が多い。空軍は、 PC-6 を武装強化した AU-23 ピースメーカーを運用している。これらは機体が大きい反面、対空時間が長いため、海賊などに対抗するための海洋艦式として使用される場合もある。コイン機は低価格でエレンドの低いパイロットでも使用できるという利点を持つが、故に携帯敷地対空ミサイル、MANPADS やレーダー誘導による 精密な低空射撃のできる自走式対空砲には弱いという欠点も存在する。また、フォークランド紛争におけるフマ IA58 プカラや湾岸戦争におけるアブマイナス10のように他国の特に先進国の正規軍が装備する主要な軍用機には無力に等しい。ある程度の軍事力を持つ先進諸国においてはこの任務を持ち合わせる攻撃ヘリコプターや無人機を 保有できることもあって AC-130 などの特殊なケースを除いてコイン機は消滅しつつあった。また発展途上国では SU-25 のようなコイン機というよりシュトルモビークに近い機体が投入されている。一方でスリランカのようにミグ -23 やクフィルなど戦闘工芸機器を導入する国も多い。これらは価格こそ上がるもののコイン任務以外の 汎用性が高く、安全性も高いからである。すでに旧式化しているが安価で製造国の支援が受けられる。中古の A-4,A-7, 中国の q 5などは等数を揃えて、稼働率を向上させることが容易なため、これら系攻撃機や戦闘爆撃機もコイン機のライバルといえる。2010年、インドネシアはスーパーツカノを採用している。アメリカでは、 対テロリズム作戦におけるコストパフォーマンスから再びコイン機に注目し、空軍にコイン機の実戦部隊を再編成するラー計画も持ち上がった。空軍はこの計画でコイン機を120機導入する予定であったが、現在アメリカ空軍は自軍で運用するためではなく、UAV の取得並びに整備、運用、維持が難しい小仇な同盟国に対してコイン機の運用ノウハウや また、パイロットの訓練を提供するために、練習機も兼ねたコイン機を装備する方向に方針を転換している。民間ベースでは、企業のプライベートベンチャーとして、それまでの機銃ポットや無誘導爆弾、ロケット弾などに代わって、ヘルファイア対戦車ミサイルを中心に装備するコイン機が開発されており、米軍で多用されている C-12 系統の機体を、 武装可能にする計画もある。南米や東南アジアなどでは現在に至るまで麻薬密売組織やしばしば麻薬を資金源とする反政府勢力との戦闘が続いており、コイン機はこの製造、輸送拠点への攻撃に投入可能とする意見も存在している。この考え方からやアークエンジェルといった農業機を改造したコイン機も出現している。 AT-800 に言うは、アラブ首長国連邦、アークエンジェルは、フィリピン空軍が採用している。なお、コイン機は暴動を鎮圧する側ばかりが、使用しているわけではなく、ゲリラやテロ組織などが、軽飛行機や民間機を、武装可能に改造して投入することもある。本格的な戦果を求めるというよりは、鎮圧者側に、対するデモンストレーションとして用いることが多い。 クロアチア独立戦争の際、クロアチア空軍では、アン -2K 輸送、農業機の武装バージョンが作られと言われており、小規模な爆撃任務や、原始的な電子偵察任務に投入された。また、スリランカの LTTE も壊滅直前に、チェコ製の軽飛行機を武装して、空襲作戦を行っている。準軍事的なダメージは皆無に等しかったものの、 市民を守るための防空網の構築がされていなかった政府軍にショックを与えたとされている。ビアフラ戦争においても、マルメムフィー9にロケット弾ポッドを装備したミニコイン、ミニコインをナイジェリアからの独立を求めるビアフラ共和国に、組たカールグスタフフフォンロゼンが調達し、ビアフラ空軍の主力機として運用した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。